チーズフォンデュを作る食べたいと思います。気まぐれチャンネル、まずは必要なものを書いて買い出しに行きます。コーンスターチ、全然知らない日本語ばっかり。または片栗粉、一口に切ったバケ。でもこれ少々とかって難しいですよね。少々なんて、少々買ってどうすんだろうってなりますよね。思いません？よし、できました。これでいきましょう。ゴー、気まぐれチャンネル。めっちゃお腹すいた。マジで着いたらすぐ食べるものも買いたい。朝からパンと飲むヨーグルトしか食べてないです。よし、お腹すいた。もうこういうの買っちゃっていいですか？トマト食べたい。いいですか？これぐらいかな。なんかこれにしましょう。じゃあ頑張って。あと野菜も OK でしたね。ブロッコリーない。ブロッコリーどこですか？こちらにしましょう。これいいですかね？見てください。これじゃダメですか？これダメですか？え、辛口ワインってどうだろう。辛口ワインってどうですか？こちらにします。辛口ワイン、辛口ワインです。あとは全部美味しそう。どれだろう。これですかね？これ美味しそうです、うん、これでいいですよね。バケット、あ、これ美味しそう。これ来たらこれでいいですよ。これにします。あ、買いましたね。買いました。マジ楽しみ。超お腹空いてきた。やばい、あ、お腹空いた。もう先にご飯しましょう。食べやつ食べて、で切ってレンジチンして、チーズ溶かしたらもう出来上がりです。すぐできますよね。多分30分ぐらいできます。気まぐれチャンネル。じゃあ出します。はい、コーンスターチ、箸、カヌレ。なんか関係ないもの出てきます。え、これは関係ないです。ほう、こういう感じですか？あ、なるほど。で、これは、これ鏡にしようかな。え、これなんかすごい、これ大丈夫かな、これ。大丈夫な絵かな、これ。マイメロアフロンです。じゃあ、作っていきます。よし、このローストビーフ一回食べていいですかね？味見です、これは。味見です。皆さんが食べる前に本当に大丈夫かっていう、食べたいってわけじゃなくて、もちろん、そう、皆さんが食べる前にちゃんと大丈夫か。じゃあいただきます。うん、おいしい。これって大丈夫。じゃあいただきます。じゃなくて作り始めます。大丈夫です。私はやったことがあります。料理してない感出てしまっているから。ガリ、まず半分ですよ。そしてまた半分です。また半分です。お、できました。だいたいこんな感じです。よいしょ。あ、簡単。
きですか？人参は好きかな。普通ですね。野菜だと何が一番好き？ちっちゃい頃はピーマンと、うん、ナス、あとかぼちゃとみんなが嫌いそうな好きだったんですけど、今もでも何が好きなんだろう。何が好きなんですかね。難しい。でも嫌いなものはあんまないです。気まぐれチャンネル。ああ！これはもう食べれないですね。さすがに。行きましょう。行きますよ。わ、なんかめっちゃお酒の匂いする。やばい。結構お酒ですねこれ。強くして。チーズを3回くらいに分けて、1回目はこんなもんで、うん、いきます。わー、大丈夫なのかなこれ。よし、あ、いい感じになってきた。わ、美味しそう。出来上がってきた。いい感じですか？いい感じ。チーズポンジや、これは。なんか最初はお酒が多すぎて不安だったんですけど、これは成功が見えてきました。おー、よし、とろみチェック。あ、え、めっちゃいい感じ。やばい、絶対いい感じですこれ。気まぐれチャンネル。これが料理です。食べましょう、食べましょう、食べましょう。お腹すいた。あ、いい感じ、いい感じ、めっちゃいい感じ。あ、そう、すいません、いただきます。あ、あほ、うーん、おいしい、マジでおいしい。健康ね。うん、うん、うん、おいしい。ごちそうさまでした。全部食べました。ほぼほぼ完食です。ほぼ完食。めっちゃお腹いっぱい。どうでしたか？いや、マジで美味しい。めっちゃ成功ですね。めっちゃ美味しかったです。また料理頑張りたいと思います。はい、バイバイ。皆さん、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。